してくださいじゃねえだろ。なあ、いい加減にしろよ。ごめんなさい。他のことなら何でもしますから。何でもしますだ。まあ東野さんよ、どの口が言ってるんだよ。いいか、もう一回だけ聞くぞ。タクシー代を支払いするんで家ついてってもいいですか。こんな感じでついてくると思わなかった。無理なんですよ、鬼嫁だから。工業高校出てるタイプの女だから。終電あんのか。もう2時半だぞ。通販か知らない洋楽ヒットチャートしか流れてない時間なんだぞ。そんな時間にお前は終電あんのか。ないです。慈しみの心はあります。いいやつだな。うん、いいやつだ。とにかく無理なんですよ。僕らね、怒るとめちゃくちゃ怖いんです。こないだだって怒りのあまり僕のスマートフォンのプログラミングを書き換えてテトリスしかできないようにしてきたんです。僕のスマホ毎月9500円払ってるのにテトリスしかできないんですよ。俺だって課金とかしたいよ。テトリスじゃ課金のしようがないよ。じゃあちょうどいいや。お前のスマホ、俺の母さんがやってるブログの有料記事に自動的に課金されるように書き換えてやるよ。田舎で撮れたインゲンの写真がたんまり見れるんだ。テトリスとインゲンの写真しか見れないようにスマホ改造してやるよ。あ、やめてください。マイナーアップデートしないでください。あ、誰？あ、関口さん。いっぱい声かけたんですけど全然ダメで、すいません、こんな顔が平面な男しか捕まらなくて。なんだおめえ、本当に顔が平面だな。かき割りだと思ってた。ビニアに自分の顔をペイントしてるのかと思ってた。かき割りじゃないです、顔です。本当か。こんなに起伏がない顔なのにベニヤ素材じゃないことなんてあるのか。関口さん、東野のかき割りはこっちです。え、どっちがかき割り。肉眼じゃ区別がつかない。ああ、東野とかき割りをシャッフルしないでくれ。区別がつかなくなる。東野と、いや、平面っぽい顔しているのと、平らっぽい顔しているの区別が全然つかなくなるよ。もう伊藤秀明ばかりみたいな顔になるよ。なんだろう、組んで殴らないでくださいよ。他局のマスコットで人を殴るのは人道に反してます。それに、なんだろう、組んだ思ったより硬いのに全然納得がいきません。インドでリンゴを万引きした時に村人に棒で殴られたのと同じ感触だ。硬いこれはね、完全にね、ヘビになった顔なんだよ。いいかい、覚えておきな。可愛さの内側には常に暴力が待機しているんだよ。沢尻エリカに置き換えてよく考えてみるんだな。ねえ、なんだろうくん、そうだよね。あったびっくりするだろう、このなんだろうくんだ、血を吸うんだよ。古来より人間の血を吸い続けて生き延びた伝説のなんだろうくんなんだよ。どうだい、昨日思いついたような設定だろう。ひじきやレバーなどを摂取したい。これで分かっただろう。言うこと聞かねえと。どうなってたこんな。勘弁してくださいよ。僕なんかに密着しても何も面白くないですよ。他当たってください。うるせえな、納期がギリギリなんだよ。強みには保存しなくちゃいけないから、俺たち気の弱いやつのうちに無理やりついてくスタイルで何とかやってんだよ。こんな平凡なやつでも大丈夫だ。つまんない人生でもレッドイットビーかけたらそこそこいい話見えるからな。おい、やめてください、やめてください。なんだおめえ、タトゥー入ってんじゃねえか。本当だ、立派な犯人は入ってる。はい、実は僕4歳の時に親に捨てられて、高校も行けなかったから仕方なく国道をやってまして、でも子供ができたのきっかけにきっぱり足洗って、今ではタクシー運転手やりながらなんとか家族3人暮らしてるんです。神回じゃねえか。なんだおめえ、俺たちのドキュメント魂揺さぶるために来てんのか。平べったい顔から唐突にお涙
涙頂戴のストロングスタイル繰り出すのやな。撮らせてくれや。写真立てから過去の過ちを反省し、更生した良きパパ感を醸し出してくれや。僕の人生つまんないですよ。だって僕普段ナオトインティラミしか聞かないんです。ナオトインティラミしか聞かないやつの人生が面白いと思いますか？ほら、あそこに路上ミュージシャンいるじゃないですか。あの人でいいじゃないですか。だって見てくださいよ、髪の毛にプチトマトのプランターまつついてるんですよ。なんていうかこう個性じゃないですか。とりあえず安易な足し算で目立とうっていう地下アイドルのキャラ付けと同じ方法論ですよ。あ、本当だ、取ってつけた個性だ。行ってみよう。行ってみましょう。あの、すいません、今何やってたんですか？今歌ってたんですよ。僕歌が好きなんです。ダメです、喋るたびに謎の金属音を外すんで何を言ってるのか分かりません。あの、すいません、声と歌が被っていて何を言ってるのか全然分からないんです。音が被ってないバージョンでお話できませんか？ダメだ、金属音だけ走ってきた。メカニズムがわからない。体内に小さい小学生がいるのか、体内の小さい小学生が団地の柵を傘でカンカンしてるのか。失礼しました。今子供に歌を聞かせていたんですよ。ほら、これが僕の息子。生まれた時からいびつな形の箱を頭にかぶせて、この箱の形の頭になるか試してるとこなんですよ。どうしよう、地上波に映せないタイプだ。昔のコアマガジン社じゃないと取り扱えないよ。いくらテレ東でも限界があるよ。歌はいいかもしれないよ。すいません、あの、歌聞かせてもらってもいいですか？いいですよ。それでは聞いてください。雨の新宿。小雨降る雨の新宿、君と二人歩いたね。ふとした君の横顔、今も覚えてるんだ。ありがとうございます。歌普通。なあ、お願いだよ、ヤバいやつは普通の歌歌わないでくれよ。もっとスーザンボーイのパターンを踏襲してくれよ。あれ、もしかしてこれテレ東のあれですか？僕あの大好きなんですよ。あの、よかったら打ち来ませんか？スケベ大根たくさんあるんです。いいですね。そんなこと言わないでくださいよ。ほら、じゃ僕特技見せます。いきますよ、ダチョウが歩く時の真似。どうしよう、教育実習生みたいなギャグだ。ダメだよ、なんでこんなにうまくいかないんだよ。やっぱりお前だよ、お前の方が面白そうだもん。なんでですか、僕なんも面白くないですよ。ああ、まだよ、これ。あ、返してください。これは僕が独自に開発したオリジナルの教文なんです。返してください。面白いじゃねえか、オリジナルの教文作ってるやつ絶対面白いよ。いや、全然面白くないですよ。一般人が読んでもわからない言語で書いているので。なんだお前、興味しかねえよ、見つけろよ。さあ、僕の面白い T シャツ見てください。おい、あ、軍手が落ちてる、食べよう。わかりやすいやつが来ましたよ。もうあいつでいいですよ、一目でわかるもん。むしゃむしゃ、絶対あいつやばいですよ。むしゃむしゃ、だって食べてるという表現ではなく言語としてむしゃむしゃ言ってるやつがやばくないはずがないもん。食べてない時もむしゃむしゃ言ってるもん。むしゃむしゃ、確かに女の方も食べてないのにむしゃむしゃ言ってるぞ。むしゃむしゃ、これは可能性があるぞ。あ、行ってみよう。むしゃむしゃ、ストップ。ふん、まだ科学では判明されてない力だ。やばいやつすぎて、まだ科学では判明されてない力で俺たちの動きを止めてるんだ。体が動かない。全然合ってない。俺の教養はそんなんじゃない。雨よ降れ。
違って呼んだせいで雨が降る代わりにふるさと納税のリターンが続々と届いてる。納税してないのにやめるんだ。納税してないリターンを受け取るんじゃない。佐賀牛の切り落としだ。ああ佐賀牛の切り落としに興味を示したおかげで助かったぜ。あれお前なんでここに。あらこんなとこにいたの。私今ね不倫してたの。紹介します。こちらアラブの盗塁王。42で実家住まいなんだけど盗塁だけはめちゃめちゃうまいの。こんなに石油王っぽい見た目なのに全然お金持ってないのよ。足に工事園くくりつけてるのに盗塁できるんだぜ。すごい文武両道。調べたい。難読漢字調べたい。はあ妻が知らない男と不倫してる。はあ漫画村にアクセスできなくなってる。家は西川口だろ。こんな時間に何してるんだ。首にくくりつけた文鳥がスマホに導かれたらここに着いたの。私たち主体性のないチルチルミチルなの。文鳥に導かれるまま徒歩で新宿まで来たのよ。正直もう盗塁とかする余裕ないほど膝ガクガクなんですよ。今すぐにもカプセルホテルで休みたいんです。はい。散らかりすぎだよ。おのおのが自由を履き違えてるとしか思えない。そんな文鳥捨てなさい。ちょっと何するの。つまりやめなさい。やめなさい。やめなさいよ。はぁ。え、まだ。トニセンだけ食パンに見える魔法をかけたんだよ。紙線は普通に紙線に見えるのにトニセンだけ食パンに見えるのさ。はぁ食パンはトニセンに見えたりするのかと思ったけど食パンは普通に食パンに見える。俺石油王みたいな見た目だけど石油王じゃないから普通に石油は買うんだ。あ、喧嘩だ喧嘩だ。絶対面白いよ。やっぱこいつは絶決定だ。
市の皆さん、姫が、姫が